こんばんは、大谷くんです。今日紹介するのはこちらの商品、数量限定、お早めにお電話ください。これいいな、買っちゃおう。電話番号はと。お電話ありがとうございます。キャメルショッピングです。私はアンズ、人間館で生活しているキョンシー。今日は皆さんもお世話になったことがあるであろうコールセンターの裏側を覗いてみるよ。コールセンターの業務は2種類、発信業務、アンドバウンドや、こちらからお客様へ電話して商品、サービスの紹介などをする。受信業務、インバウンドや、お客様が購入した商品、サービスに対しての問い合わせを担当する。コールセンターで働くスタッフの年齢層は幅広い。高齢者のスタッフは声が大きい人もいる。そして態度も大きい。制服視点がなく服装理由が多いので、毎日同じ服の人がいる。オフィスは沈め状態のところもあり、窓がない、または外閉できないのが多いので空気が悪い。パソコンで仕事をすることが多く、あまり体を動かさないので肥満が多い。お腹が空いても食べ物は持ち込めないので、空腹に耐えるしかない。理不尽なクレーマーの残業はとにかくストレスがたまる。コールセンターの仕事って本当に大変そうだね。コールセンターのお世話になるときは理不尽なクレーマーって思われないように気をつけよう。あ、通販のものが届いた。なんだこれ、注文したものと違うぞ。部長の電話しなきゃ。ブンブン。